그건 또 굳이 되나, 아이. 지금 이 집안 사이고 나라고 굳이. 그럼 사기 뭐 있다, 고고로도 있대. 고고로를 너무 지켰다. 나니까 했더라, 고고로가 했더라, 안다는 뭐가. 그럼, 고고로 이랬대, 얘네, 뭐야, 와. って 선생님 같다, 그지. ただ、 ポケットやってないと心入れろって言って、この意味の心だな。これが方言で告知法で。だから、格言がある。これは、告知を説明したの、いい資料ではね、どういうことかしたら、武術は、空と鳥のようだと。これは、流化で載ってるけどね。方言で載っています。無事や、空飛ぶ、といぬくくち、みちみちん、といやなら。どういうことかって言ったら、武芸は、空を飛んでいる鳥のようだと。ただ目で見つめて、あ、美しいね、あ、飛んでるね、と思っても、手に取ることはできない。それが、無事の心無事という。だから、告知語って。だから、告知語ってのは、今さっき言ったように、説明は一本だけど、これを自分のものにするためには、また恐ろしく相互力を使わんといかんわけだ。今度は心だから、高めのものしてる、自分の字に心が乗ってるということだから、この心の上に自分が乗ってるんだよ。いかに難しいかということだ。心がだからダメであれば自分は落ちるわけだ。感じみたいに。どれだけ心を大事ということだ。どんなに力があっても心がダメであれば役に立たない。心がダメであったら自分は崩れていく。感じの意味がなかった。だからこの心は自分の冷静のままに保ちたい。ければどうするかという、この動作で考えないというか、漢字の意味分かった動作。で、カルテの動作に持っていけばどういう動作になるか、ということ。で、告知の中にも、父口、月。ね、受け口、受ける口。切り口、って言って、こう。ね、これが打たれ口、今みたいに、蹴られた。これにも告知語を取らんと、ほら、取ってる人と取らんとの差が、勝ち負け、沖縄から出れば、生き死にに繋がる。もう真剣勝負だから。だから、ルールはないから、もう怪我したり、寝転がったり、歯が折れたり、心臓が打たれたり、という格好になるわけ。命のやり取りになるのか。もう反則ないんだから。あ、そうなんだ、これ持ってくるから、いやいやいや、あ、半熟度は半熟度ってやってもらうからね、喧嘩なんだから。だからそういうことが、この、これに生きてきて、自分の体の上達につながるわけですよ。だから、中国地出たら、もうすでに入ったから、中国地から入って、やってるまで入って、無知に入って、瞬間的な取りに出すまでが地獄。だから、コミュニティしてるけど、ただこの人や、この人や、この人や、これ、チンコって何人も、ね、こうしてくる。相手は倒れんから。だから、一発を大事にしてるわけなから、だから、どの時点でチンコとは使うというか、誘導しないというか、口が取らんとないなんか、いつまでも口を取れないからだ。瞬間だから。だから、それ。Steve.